ふるさとを遠く離れ東京に来て一人で暮らしてみて、初めて今まで享受してきた何不自由のない生活は全く当たり前に手に入るものではなかったと気がつき、生活を営むことの難しさに打ちのめされることもありました。思えばこの時ようやく私は大人になったのだと思います。これからは自分のことは自分で面倒を見て生きていこう、そう決意した時に偶然出会ったのが秋千佳さんでした。一緒にいると笑いが絶えず、おしゃべりするのが楽しくて、私と同じくらいご飯を食べるのが好きで、困難に直面した時は乗り越え方を一緒に考えてくれる誰よりも心根の優しい人です。手紙を書くということを決めてから筆を取るまで、私は私と皆さんの思い出を振り返りました。たくさんのエピソードのすべてを思い出すことはできませんでした。きっと忘れていることもあるのでしょう。けれど、たとえ記憶が薄れたとしても感謝の気持ちは残ります。なぜならば、思い出が直接頭の中に存在しなくなっても皆さんが私にくれたものは自分の考え方や行動として残っているからです。柔らかな緑の野原に一面の菜の花が咲く頃、たくさんの人に祝福されながら私は生まれました。いい先生、今一番可愛いなと思いますね。今日は本当に喜ばしく、とても嬉しい日となりました。子供の頃を振り返って思い出すのは決まって美味しいものの記憶です。たくさんのごちそうをみんなで囲んで笑い合いながら美味しいご飯を食べると幸せな気持ちになること、それらはささやかだけれどとても大切な思い出として今の私を形作り、私を支えてくれているように思います。こうして皆様に祝福され承認していただけたことの幸せを忘れずに、どんな時も互いの手を取り合い生涯歩んでいくことを皆様の前で誓います。生まれる時も死ぬ時も人は一人だけれど、生まれてから死ぬまでの間、この人と一緒なら二人でいるからこそ感じられる幸せを見つけられる、そう感じて結婚することを決めました。親として願っていたことは、できるだけ多くの選択肢が選べられるように、まあ、一生懸命頑張ってねっていうことだけは伝えてきたつもりです。その結果今があるのかなというふうに思っていますが、経験だとか知識だとかそういったことをお互い影響し合えば、二人の人生もより豊かになっていくのかなと親としては期待しています。
ナミコは小さい頃から感性が豊かで、ちっちゃな生き物の命にも敏感で、周りの人へのことにもよく気がつく、心温かな思いの持てる子でありました。そんな娘の姿が今も浮かんでまいります。一見悩みなどないように思いますが、実はとっても繊細で、いろいろと悩み考えながらここまで歩んできたのではないかなと思っているところです。そんな奈美子のことを広い心で受け止めていただき、温かく向き合ってくださって今があるのだなというふうに思っているところです。明石家さん、本当にありがとうございます。今隣に立っている奈美子さんと手を取り合い、すべてを受け入れた上で笑うことを続けることで、これからも残り続けるのだと思います。そうしていくうちに、奈美子さんがこの世で最も共に長く過ごした人になる時がいつかやってくるのでしょう。これまで過ごしてきた30年間、家族に見守られ、たくさんの人に愛され、素晴らしい友人に恵まれて、私は本当に幸福でした。これからは新しい家族と一緒に新たな人生を歩んでいきます。今までありがとう。そしてこれからもよろしくお願いします。今日こうして皆さんが遠くから来てくださったこと、それはその時にまた思い出すのだと思います。たくさんのものをくださりありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。